とは何なのかですか。うん、簡単に言っちゃえばシュレディンガーの理論なんですけど。シュレディンガー？量子力学の先生でシュレディンガーの猫というお話を残しています。果てしなく残酷なのでちょっとアレンジしますよ。ここに一つの箱があります。この中に何が入っているでしょう。そんなのチョコに決まってるんだよ。だってそれチョコの箱だもん。残念でした。飴玉が入っているのです。ああ、何それ。焼けた。はい、シスターちゃん、この箱には何が入っているでしょう。飴玉が入ってるって自分で言ったじゃん。そうですけど、先生が嘘をついている可能性もあります。チョコ 50%、 飴玉 50%。 開けてみないと分かりません。はい、どうぞ。ちょこっとチョコが1個、落ちなし。うん、はい、シスターちゃん、この箱には何が入っているでしょう。チョコ入ってるの見たもん。確かにさっき見たことで普通の人はチョコ 100% だと思うでしょう。でも飴玉が入ってると思う人がいたら、その可能性を信じてそれを手に入れたら、まともな現実から切り離され自分だけの現実を手に入れた人、私たちは超能力者と呼ぶのです。